屋根上の空調装置、非常換気装置というものが あるんですが、そちらを今車両から下ろしている状態です。はい、スローです。一つ一つの部品がかなり車両が8年を超えない期間ごとに車両の重要な部分を取り外して全般的に検査を行うものであります。重要部検査というものはですね、4年または走行距離が60万キロを超えないいずれかの期間ごとに検査を行うというような決まりになっております。現在は09編成という6両1編成の車両の1、2、3号車が全般検査、これから車体と台車が分離させますので車体が上に上昇します。現在車体が上昇しております。少しずつ車体が持ち上がりまして、台車だけ、地面というか、レールに取り残されて、おります。ターンテーブルに乗せましたら、ロックをかけます。で回転している最中に台車が転がらないように必ずロックを確認してからこちらにありますターンテーブルの制御盤を使いまして台車を回転させます。再度手で台車を押してきましてまたターンテーブルに乗せます。主電動機と呼ばれるモーターが取り付けられております。こちらも台車から取り外しますのでその作業を見ていただきたいと思います。こちらも主電動機重量物ですのでクレーンを使って取り外しを行います。で現在台車から主電動機を取り外しております。でこの主電動機はですね、主電動機の研修職場へ、送られまして、中の分解検査を実施します。